はい、報告第2、2023年の問題を説明します。酢酸とエタノールに濃硫酸を加えて加熱し反応させたと。1番、反応開始時の濃度を酢酸 A、エタノール A、硫酸 B として、式1の反応の平方定数を K とすると。十分時間が経過し、各物質の濃度が一定な時、酢酸 H の濃度を求めなさい。これはCH3COOH と C2H5OH で、CH3COO の C2H5 と H とか、これ最初はね、最初は酢酸が A で、エタノールもやってるな。だけど、平衡状態ではこれ X の D、こっちは A-X かな。平方定数を K としたら、A、反応物を分母な。で、できたものをこうしますよね。こうしてね、これは特有の解き方があって、非常に弱いから A-X分の X は、まあ、これ次はプラスマイナスルート K やけど、まあ、プラスってね。で、これで、解いていきます。で、X は A-X のルート K と。で、1プラスルート K の X が A ルート K で、X は1プラスルート K 分の A ルート K が、こんな形になります。ね、次2番。酢酸が10にモル、エタノールが 5.3、 硫酸がこれ、まあ、触媒やから書かないですよね。十分に時間が経つのに酢酸 H の濃度は 4.6 で言ってたんですよ。平方定数 K を求めなさいと。これもまあ一緒で、ここは最初の濃度は、最初が酢酸が12でエタノールが 5.3 な。これが0.0で、で、平方時に酢酸 H が 4.6 になってね。これ 4.6 かな。こっちは12引く 4.6。これは 5.3 引く 4.6 かな。こうなんね。で、こうなんて平方定数 K は、これは計算していくとね、上が 4.6 の事情やな。で、これ12引く 4.6。4.6 で、で、5.3×4.6 で、これ計算すると、約 4.1 になる。平方定数は 4.1 と。次3番、酢酸が 6.2、エタノールが 11 とすると。で、酢酸 H の濃度を求めなさいと。今度これはね、平方定数が 4.1 で出てきてるので、最初の濃度が、これが6で、こっち11だな。で、0、6.2 かな。で、これ0、0で、ね。で、平方時はいくらになりますかというと、これが X で、これが 6.2X、11X を置いて、計算していくんですね。これが 11X で、X4。これが 4.1 のことね、X を計算すると、どうなるかというと、5.1 モル倍にノルになると。はい、終わります。